後は田園都市線駒沢大学駅、渋谷駅から数駅走っていまして、駒沢大学です。今回は田園都市線2020系車両に乗りました。ここからしばらくは地下区間ですので、全く面白みのない景色となります。駒沢大学の次は桜新町に停まります。外がトンネルですので全くちょっと撮りにくいんですが、まもなく桜新町に到着です。よく見てみると右側に待避線がありまして、この待避線のみホームがある、そういう形になっております。ということで急行はここを通過するって、そういうことなんですね。今回乗った準急電車は桜新町に停車します。ですから待避線に入りまして右側のホームに到着です。田園都市線5番目の駅、桜新町に到着。桜新町はなんかいいメロディーも聞けるんでしょうか。どうかわかりませんが、扉が閉まって桜新町を出ます。桜新町を出て、先ほど見たように分岐器の制限がありますので、最初に加速をするということはあまりできないようです。先ほど桜新町駅に入るときにも待避線ということで速度が制限されていたので、このように地下区間でも待避線があるというのは関東ならではかなと思っております。関西ではね、こういうの見られないから。桜新町を出ると次は用賀という駅に停まります。さて、まもなく到着するのが用賀駅。特に何の変哲もない地下駅です。左カーブになっている駅、東急はみんなでホームドアがついているので、電車を取る方に至ってはちょっと外側から取りにくいという、なかなかなハンディキャップがあるんですが、用賀駅に到着。この電車は準急長津田駅です。扉が閉まって用賀駅を発車。今回はなぜか分かりませんが、録画データの紛失などにより渋谷から駒沢大学の間が取れていませんでしたので、お詫びしてます。用賀を出ると次は二子玉川に停まります。大井町線が乗り換えです。ここからですね、東急田園都市線のまたね、やっと景色が見える場所と、そういうことなんですけども、東横線、田園都市線ともに半蔵門線と副都心線に直通していますから、まあ、渋谷駅の周辺ではですね、ずっと地下に入ってるとそういうことになるわけです。なんで景色が見えなかったんですけど、二子玉川駅の手前からは外の景色を見ることができます。1977年に開業した田園都市線はこの二子玉川までが地下区間、そこからはほぼほぼトンネルなどはありますが、ずっと高架または地上を走ることになります。ここで
東急大井町線と合流します。右側に見えるのが東急電車の大井町線の線路です。100周年ラッピングの東急大井町線の車両がやってきました。奥には東武伊勢崎線直通車両5050系、通称かぼちゃがやってまいりました。二子玉川駅に到着です。二子玉川を出るとこの電車は溝の口に停まります。途中駅として二子玉川と溝の口の間にはですね、いくつかの駅があるんです。二子新地と、高津駅ですね。こちらの二つの駅はこの電車飛ばすことになっております。二子玉川を出まして左側には川、絶景ではないけど、まあそこそこの川が通っております。この川を渡ると一気に住宅街の高さが低くなっていきます。マンションとかもあまりないということで、川を渡ってすぐに二子新地駅を通過。これは大井町線側の方にはホームがないということで通過になるんですね。あと先ほどの駅を通過して間もない頃、また駅を通過することになります。こちらが高津駅。駅間がすごい短いですね。走っても追いつけるぐらいの距離で、そしてこの高津駅を出ると次は溝の口駅に停車、大井町線とのお乗り換えができます。この電車は準急といえど列車はゆっくり走っていますので、右側からやってきた大井町線車両に抜かされて、おい各駅停車にこの電車抜かれるのかと、まあなかなか腹立たしいんですけども、こうして二子玉川から溝の口の間の複々線区間というのがここで終了します。JR 南武線と東急大井町線の乗り換え駅。東急大井町線は溝の口から先ほど通りました二子玉川方面に伸びていますから、乗り換えといってもこの方向で乗り換える人はほぼいないでしょう。さて複々線を過ぎまして、この電車は長津田へ向けて走り出します。右側には東京メトロ半蔵門線の車両、この先トンネルがあって、ここで分岐が合わさってここから複線になります。電車溝の口を出ると、次は鷺沼という駅に停まります。そして右側に停まっている車両、こちらが各駅停車。この各駅停車は梶ヶ谷で追い抜かされます。右奥にこのように2020系に組み込まれた旧シート、2020系じゃないの、あれ大井町線車両の旧シートか、2020系だそうです。さっき地下は出たというのにまたトンネルに入って面白くもない景色を見させられます。
また旧シート車両がやってきました。旧シート車両多いよね。大井町線から田園都市線に入ってきた旧シートの急行車両がひっきりなしにやってくるんですけど、今通過したのが宮崎台駅。でビルが立ち並ぶところにやってきました。この辺りがもう鷺沼の手前といったところ、ここが宮前平駅です。ホーム柵とホームの橋の間が広く空いていますね。鉄橋を渡って次は鷺沼に到着です。対向列車は2020系。右側に大きく見えている建物、こちらが車庫になっていまして、左側からも線路軍たちがたくさん出てきます。右側と左側に挟まれて田園都市線の本線が登場します。東京メトロ半蔵門線の車両基地、半蔵門線車両がたくさん保存されております。それと同時に鷺沼駅に到着。このスピードで入線して止まれるんだね。減速性能も良くなったのか知りませんが、鷺沼駅に停車。列車は発車。次は多摩プラザ駅に止まります。東急田園都市線というのは渋谷から、今回は長津田までしか行きませんでしたが、中央林間というところを結んでおりまして、東京都渋谷区渋谷駅から神奈川県大和市中央林間までを結びます。渋谷駅で半蔵門線と接続しまして、東武石崎線の久喜駅、日光線の南栗橋までを結んでいます。そのため先ほどのように東武5万50系などの東武車両も入線してきます。先ほどの鷺沼には東京メトロ半蔵門線の軽車区がありまして、次の多摩プラザ駅は1966年開業、2面2線の、まあ、単純な構造の駅なんですけども、鉄道建築協会賞の最優秀協会賞というものを、ね、受賞したそうなんでね。また近くにバスターミナルもあって、バス好きにはたまらない場所と、そういうことになっております。まもなく多摩プラザ駅に到着。上にでっかい箱物を抱えたこんな小さい駅なんですけども、なかなかに利用者数も多いようで、駅前にはたくさんのバスが行き交うバスターミナルがあるそうです。多摩プラザ駅に到着で、多摩プラザ栄えてていいですね。こんなとこに住みたいです。向かい側には東急5000系、こちらも東急の顔といえる存在ですが、多摩プラザ駅を発車、次はあざみ野駅に止まります。通過駅はありません。東急田園都市線には急行、そして準急、そして各駅停車が走っています。この3つの種別に加えて、大井町線からやってくる直通電車の急行、そして大井町線の各駅停車が乗り入れることがあります。次はあざみ野駅に到着。あざみ野駅では横浜市営地下鉄ブルーラインの乗り換え駅となっております。あざみ野に間もなく到着。向かい側にはまたまた2020系が、僕は2020系が一番大好き。あざみ野駅に到着。ホームは左側です。この辺りの駅はほとんど左側の対向式ホームが多いようで、
島式ホームというのはなかなか見ることができません。あざみ野駅を発車、次は、青葉台に停まります。準急もね、そこそこちゃんと飛ばしてくれるので、近鉄京都線の準急とは大違いのなかなかなスピード感のある準急。準急といえばあんまりマイナスなイメージが多い鉄振りですが、今回田園都市線の準急に乗りまして、まあ好印象とはそういった形になります。青葉台までの通過駅は枝市ヶ尾藤ヶ丘です。どういうダイヤなのか知りませんが、これでちゃんと組めるのはすごいですね。と言ってたら、前に待避をしているのは東武鉄道の5万50系かぼちゃくんです。今通過したのが枝駅。この辺りから神奈川県でも少し山岳地帯とそういうことになります。もともとこの田園都市線というのはニュータウンみたいな感じで開発された住宅地と東京の近くを結ぶという目的で作られました。そのためこのようにトンネルや高架、そして切り通しなどが多い地形になっていまして、今通過した駅が市ヶ尾駅ですが、半地下構造っていうのかな、そういう駅になっておりました。次は藤ヶ丘駅を通過します。田園都市線は昔ね、やっぱり混雑がすごいひどい駅というか路線として有名でしたが、10両編成が2分に1本やってきても、その高頻度でも客が収まらない混雑率は 185% と2017年になっておりますが、現在は新型コロナウイルスの影響でこの混雑率というのはだいぶ解消されているそうです。そして速度を落として藤ヶ丘に入線。東急では世田谷線や、また子供の国線ですね、それ以外ではほぼほぼ全ての駅にホームドアがついておりますので、ホーム柵ですね、ホーム柵がついておりますので安全ですね。次は青葉台に到着です。青葉台を出ると田奈駅を通過して長津田駅に到着します。今回の目的地は長津田駅です。この東急田園都市線に乗り入れている東武伊勢崎線、そして半蔵門線の車両なんですが、東武鉄道を走りますかぼちゃくんと言われる5万50系が乗り入れています。こちらの電車はですね、東急田園都市線内でよく折り返しとして東急線内の運用だけについているということもなかなかあるんですが、こいつなかなか厄介でして、車内がボロかったり椅子が硬かったり直角でちょっと居心地が悪かったりハンドルが折れたりとですね、なかなか不祥事を起こしまくる問題児と呼ばれておりまして、沿線民からはああ外れだというふうに思われているそうです。改修工事で外れ当たりがなくなるといいんですが、ちょっとそこのところは分かりません。そして今停車したのが青葉台駅です。青葉台を出ると次は長津田に停まります。本来長津田から先、中央林間まではほぼほぼ高架の区間となっておりまして、つくしの鈴掛台、南町田、グランベリーパーク、そして月見の駅を通過しまして中央林間駅に到着します。青葉台を発車しまして、次は終点の長津田駅に到着です。子供の国線 JR 横浜線が乗り換えとなっておりまして、子供の国線を介して長津田車両工場へ行くことができます。また長津田車両工場の他に長津田駅のすぐ横に長津田車両所、長津田車庫があります。
今通過しているのが田名駅です。田名駅何かと SNS でも有名な駅なんですけども、というか地名なと思うんですけども。そして間もなく長津田駅に到着です。左側から横浜線が合流してきます。この頃続いて JR 横浜線がお乗り換えです。このカーブを抜けると長津田駅に到着です。準急の長津田駅というのは1時間に約3本から4本走っているということで、向かい側から5000系もやってきましたが、準急電車の需要もなかなか大きいものと思われます。JR 横浜線と並走して長津田駅に入線です。この電車は長津田駅で車庫に一旦入ってからまた戻ってくる折り返しを行いますので、車庫へ入ると言っていますが、一番左側のホームに到着です。この電車は車庫に入ります。この電車には慣れませんのでお待ちください。長津田駅先、乗車のお客様は3番線から4時9分通過する電車、乗り換えをご利用ください。長津田駅終点に到着です。田園都市線2020系、5000系、8500系、8590系が走っているような田園都市線なんですけど、そこに大井町線の6000系、6020系、それからですね、9000系、9020系といろいろね列車がやってきますので、まあ、そのおかげでですね、この田園都市線の、まあ、先ほど通りました二子玉川のあたり、二子新地のあたりですね、あちらの方、水の口のところもそうですが、たくさんの車両が行き交う場所と、まあ、そういうことになっているわけです。長津田駅に到着、鉄売りは降ります。 JR 横浜線も走っております。 JR は長いなとか言ってたら、今度やってきたのがこちら東京メトロ半蔵門線の車両。僕はやっぱり2020系のが好きです。まあ扉が閉まりまして、まあこの列車も発車しちゃうんでしょう。言ってたらね、駅員さんがねすごい走ってらっしゃってね、なんか忘れ物かなんかあったんでしょうか。戻ってきました。今空気ブレーキの緩解音が出た瞬間に、危ない危ない、もう少しあと10秒駅員さんが来るのが遅れていたら、この電車発車しちゃって駅員さんのお荷物は車庫へ行っちゃったということになります。駅員さんかな、車掌さんかな。さて、ここまで僕を乗せてくれた2020系はこの長津田から長津田車庫に入りまして、また折り返して東武線の方にも入っていくと、そういうことになります。ということで、今回は田園都市線にまあ乗ってみたというだけの話なんですけどね。今回もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。まもなく3番線に各駅停車、中央林。